演武開演。はい、というわけで本日はこちらスターバックスの抹茶カフカフェクリームカフェチーノを飲んでみたいと思います。和風のスターバックスどんな味なんでしょうね。楽しみです。今回はシンプルにそのままでいただきます。では飲んでみます。このまろやかさ、コーヒーとはまた違いますね。それがいい。抹茶のまろやかな甘みがスターバックスさんおなじみのコーヒーとはまた違ったクリームとの調和をうまく出していて、とっても美味しかったです。抹茶とミルクというのもやっぱり相性いいですね。もっといろんなフレーバーおしゃれ飲んでみたい気もしました。というわけでこちらの点数は進んでいきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいですか。全部パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。